中国と日本は、政治では、いろいろと矛盾を抱えているが、民間では、そんなに仲が悪くないように思うんだけど、どう思いますか？これについて、中国のネットユーザーからコメントが寄せられている。なんで、アメリカとの友好はいつになっても話題にならないのかな。それは国家戦略だから。中国文化が好きな日本人もたくさんいる。右翼ばかりではない。いやいや、今の日本人は中国の民度や汚染や汚職を嫌悪していると思うよ。日本人が中国を嫌悪するのは日本の政党と公共メディアの宣伝教育のせい。何かあると民度を責める。自虐が悪いわけではないが、自分たちを嫌悪してはいけない。中国にも道徳のある人は多い。日本の民衆は政党を選挙で選ぶ。政党の意見こそ日本人を代表する意見だろう。国同士は仲が良くないが、国民同士が友好なんてこともない。中国の人たちは自分たちのことをよく分かっているはずだ。経済も急速に発展した。社会的素質も改善できるはずだ。中国では抗日戦争をドラマで放送し、小日本と叫んでいる。そして日本にも範疇はあるだろう。国辱を忘れてはいけない。私個人の考えを言ってみると、中日関係が友好でないのは教育に問題があるのではないかと思う。抗日ドラマの影響もあると思う。中国語の授業を受けるとき、抗日を題材にしたもので勉強する。日本兵士の蛮行や中国兵士の勇敢さを文章にして読ませる。中国で生まれ育ったら心の中に日本人は野蛮な民族だと植え付けられる。少なくとも子供の時はそうだった。この現状を変えるのは難しい。何十年も経って理性的に考えたら、先祖たちのことであって我々にはほとんど関係のないことなのに、みんなは怒っている。時間が全て解決してくれることを願う。いつかきっと良くなる。これは中国から見た意見だろう。日本人がどう中国を見ているのかは正直わからないぞ。日本は歴史を教科書に捏造して書いてるからな。日本政府を批判するのは仕方がないことだ。自分の政府に不満な日本人も少なくないだろう。中国のテレビで言ったことが世界の真理だと考えていて、自分で物事を理解しようとしないやつもいる。私はテレビなんか見ないね。自分の理解だけだ。中日の問題は政府の問題だ。民衆には関係ない。抗日ドラマは愛国主義教育の副産物だからな。歴史問題と領土問題は難しい。靖国参拝問題があるからな。ところで靖国神社の中には大戦の戦犯ばかりなの？他の時期に国のために貢献した人もいるはずだよ。参拝しても別に構わないんじゃないの？ニュースでは参拝したのは大戦の戦犯のためとは言っていなかったよ。なんで区別しないのか？違うと言ったとしてもこっそり参拝して挑発しているようにしか見えない。文化は文化で政治は政治だ。一緒にして話をすることは無意味だ。中国と日本の文化は似ている。これは重要なことだ。多分有効できると思う。